パーティーの治安とかですね、まあ、住むところについていろいろ知りたいですというご質問なんですけども、まあコンドミニアムで24時間セキュリティというのは必須ですね。で、まあ、一戸建てではなく、コンドミニアムに住むと、まあ、コードパターンが読まれないということと、あと、やっぱりですね、セキュリティがしっかりしている、誰でも自由に入るわけではないというところですね。で、日本人はやっぱり外国人として目立つので、まあ、コンドミニアムで都市部に住まれるというのがいいかと思います。まあ、セブ島の場合もですね、田舎の方に一戸建てとかっていうのをやりたい人もいるんですよね。海沿いが好きとか、リゾートが好きとか。だけど、やはりですね、セブ島もセブシティのコンドミニアムに住まれるのが一番いいかなと思います。まあ、アヤラ近くとかだと治安もいいです。あとマニラの場合とマカティですね、まあ、徒歩圏内で全て完結するということで便利ですし、海外移住されたい方からのご相談で、SEO のやり方を知りたいですというご質問ですね、記事の構成とかですね、